トマリギブルースとは、競馬評論家である、塩崎敏夫が、1986年より、日刊現代、競馬面の土曜版に連載中の、競馬同時進行ドキュメント小説である。品川、新馬場商店街のバー、再開が、舞台の中心。ストーリーは、基本的に実際に行われている、中央競馬の日曜日のメインレースに沿って展開され、 現実のメインレースを、主人公の生まれてこの方ずっと無職で、遊び人のバクトである、剣坊が予想をして、毎週、大銭を注ぎ込み馬券を買う。時に、東西のメインを両方買うこともあれば、東西どちらかしか買わないこともある。ローカル開催のメインレースは、中央場所開催時の重症や夏開催の、メインレース以外では買わない。 主人公である剣謀の馬剣を取ったり、取られたりの泣き笑いバと人生を中心に、品川の住人たちの引きこもごもの物語が描かれている。1986年の連載以来、基本的に主要登場人物はほとんど変わっていない。連載が、いつまで続き、どういった結末を迎えるのかは、全くの未知数である。物語が一年分まとまった形の単行本も、 毎年随時発売されている。白龍の主演で V シネマ化もされている。1991年に1986年から1987年の連載をまとめた本が白夜書房から出版された。1999年からは前年1月から12月の連載が年度版として単行本化されている。ありがとうございます。